自分を磨きたいって具体的にどうやるのかが分かります。Hey guys, I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアの Nanase です。今日は以前購入本紹介の動画で紹介したらコメントで視聴者さんも気になっていましたとお声いただいた本です。私も発売前から楽しみにしていた本なんですが、それがこちら、億万長者に学ぶ自分の磨き方です。私も聞いたことがあるブレンドン・バーチャードというアメリカの有名コーチとか、あのアンソニー・ロビンズ、そしてダン・サリバンという米国の著名人の名前がたくさん本の中でも出てきます。実際に読んでみた感想としては、そういったありとあらゆる有能なコーチのテクニックで著者が実践して実際に効果があったものなどを惜しみなくまとめられているような本と感じました。自己啓発本大量に読んできた私ですが、それでも初めて聞くテクニックの名前とかも入ってて、改めて自分を見直すのに役に立った本です。今日はこちらの本を要約、そしてレビューをしていきます。本日の流れなんですが、いつも通り3部構成でいこうと思います。まずこの本がどんな人におすすめなのか、そしてこの本を読んで私が実際にどう変化したのか、で最後はお気に入りのポイント、テクニックとかを5つピックアップして要約していきます。でちょっと5つのテクニック先お見せします。こちらです。1、どこからではなくどこまで成長するかについて。2、7段階の深い理由で本当の目的に気づく。これは自分の本当の人生に求めていることに気がつけるという方法になっています。3、2匹の狼で中身を変える。これ私が最もね印象に残っている2匹の狼のお話をお伝えします。自分の内面から変わっていくことができるようになるっていう方法です。そして4、人を見極める一つの質問。よくね、人脈大事だとか合わない人と付き合うなとか言うけど、じゃあ実際どうやってそれ見分けるのと、たった一つの質問でわかるんですよ。そして5つ目が落ち込んだ時に立ち直る方法をお伝えしていきます。つまりね、今日の動画これ見てもらうと、皆さんはこれらの方法分かって今後の人生でもうこういうことに迷うことがなくなるよっていう、そんな知識をプレゼントしちゃいます。ぜひ最後まで見ていってください。ではまずこの本を読むべき人とはどんな人なのかというと、自己啓発系の本今まで読んだことがないっていう初心者の方、これは大まかにね、いろんな分野の磨き方が書いてあるんで、自己啓発系の本読んだことがない方も浅く広い知識が簡単に身につくと思います。初心者の方には私ねこの本を勧めたいと思います。そしてたくさん本を読んでいるんだけど自分の人生が変わらないと感じている方、また自分を常に磨いていきたいと思っている人や、億万長者になりたい、成功したいと思っている人、そして自分の目的とか目標がそもそも分かんないから迷ってるという人、ネガティブになったり今落ち込んでいる人、そんな時にポジティブになれる一歩進める知識が詰まっている本になってきます。で実際に私がこの本を読んでどう変わったかについてなんですけど、一番は自分らしさを取り戻すことができて新しいことに挑戦する一歩が踏み出せました。最近どうしてもやっぱり気分に波があったりへこみがちだったり、年々ね新しいことに挑戦するのって難しくなってたんですよ。だけど前向きに新しいことに取り組むことが、楽にねできるようになったり、あとなぜ自分がこれやんなきゃいけないんだろうっていうのがなくなって、改めてねそういったことを考えるいいきっかけになったんですよね。今までたくさんの自己啓発本読んできてもやっぱりね人間だからネガティブな気分になったり自分らしさを見失うことあります。それを変えるのってすごい難しいんですよ。例えばカウンセラーに行ったりとか、薬飲んだりして一時的にね治療にはなると思うんですけど、また落ち込んだりとかしがちですよね。だけど自分が本当に心の底から変わっていくと、今回中身をね健康な自分に戻すことができるようになります。なのでもちろんね今まで知っているテクニックと考え方もありましたが、それを別視点で見ることもできました。でこれに関してちょっとね後でまた説明していきます。であとはやることが具体的にわかるので一つ一つ変えることができました。これ日本語版の特典としてですね、30日間の自分を磨く方法というのが掲載されています。これ1日ごとにテーマがあるんですよ。例えば1日目、充実した1日を想像する。2日目、ネガティブなニュースを断つ。3日目、勇気を出してノーというみたいな感じで、小さいステップなんでどんな人もすぐ実行できると思います。正直この30日間のねこの特典だけでもこの本の1600円の価値は十分元取れる内容かなとは思います。ということでよりね具体的な本の要約に入っていこうと思います。まず1つ目、どこからではなくどこまで成長するか。これねすごい面白くて分かりやすいお話載ってました。この本の中にJP という男の子が出てきます。この JP はですね、高校生の時に女子学生のミッシェルとメモのやり取りをして授業中ふざけてたんで先生に怒られちゃいました。そして教室の前に立たされてね、先生にこう言われます。みんなよく見なさい、こんな連中とは関わるな、どうせこの二人はろくな人間にならないから将来社会に出てどんな仕事をしても絶対にうまくいかないだろうと。ほとんどの人こんなこと先生から言われたら
あ、自分ろくな人間じゃないんだと思い込んで、そういう道歩んじゃいますよね。だけど JP は逆です。これバネにして若い頃に成功習慣を身につけました。ちなみに成功習慣というのは、成功するために身につけなければならない習慣のことです。この本の著者のディン・グラジー王氏によると、人生が大きく変わるのは小さな習慣のおかげだと言っています。一体 JP はどんな習慣を守っていたのか。それは、成功する人は雇われていようと、自営であろうと、いつも見られているという意識を持って手を抜かずに精一杯仕事に励むというものでした。簡単ですよね。で、これを信じて JP 大人になります。まあね、後にね、失業したりとかホームレスになったりっていうのを経験してるんですけど、最終的にどうなったか。この JP の名前、ジョン・ポール・デジョリア、ヘアケア用品の販売とか高級テキーラを販売するパトロン・スピリッツ・カンパニーをはじめとする数々の企業の創業者なんですよ。世界中に多大な影響を与える大富豪に今なってます。このジョン・ポールさんは数々の名言も残していて、私ちょっと調べたんですけど、100回断られても挫折せず、101回目のドアをノックするとか、 Success unshared is a failure、 つまり成功はみんなで分け合ってこそ意味があるとかね、素晴らしい言葉を残していることでも有名みたいですね。ちなみにこの時ね、 JP と高校生の時に一緒に立たされた女の子、覚えてますか？どうなったのかというと、実はこの女の子ですね、4000万枚のレコードを売って音楽の殿堂入りを果たしたフォークロックバンド、ママズ&パパスの設立時からのメンバーであるミシェル・ギリアムさんという方なんですよ。もう後にね、あの時の先生に2人がめっちゃ成功したよという連絡がいったそうで、ちょっとね、すっきりしました私も。で、この話から分かるように、人から、まあ、特にね、立場が上の人からですね、どんなこと言われようとも、どんな過去を持っていようとも、これからを作るのは今の自分しかいませんよということです。人の言うことを聞きなさいとか、将来のために勉強しておきなさいと小さい頃によく言われたと思うんですけど、どこから来たかとか、どんな経歴を持っているかよりも大事なのは、どこまで成長するかなんですね。なので皆さんも今、いろんな年齢の方、いろんな立場の方、この動画見てもらってると思うんですが、過去の話とか自分の生まれや育ちを嘆くんじゃなく、今頑張れば大丈夫です。これは私も最初に伝えたかった。そして2つ目の7段階の深い理由で本当の目的に気づくについて、これは昔私が紹介したなぜなぜ分析、覚えてますか？それに近いですね。やりたいことがたくさんある時とか、何のためにこれやってるんだろうってなった時に、全てね、やりたいこと書いてみて、一つずつになぜを聞いていくといいよというやり方を以前ご紹介しました。で、結論から言うと、それにちょっと似ています。で、これは著者がジョースタンプっていう優秀なコンサルタントから教えてもらったエクササイズで、7段階の深い理由と呼ばれています。なぜという質問を7回することによって、段階的に深い理由を探っていくという狙いがあります。例えば、皆さん今一緒にやってみましょう。トイックを勉強している方は、まずそれを書いてみてください。で、それに対してなぜを聞いてみます。仮に目標を達成し英語力を上げたいからが理由だとします。で、それに対して今度2つ目のなぜ聞きます。なぜ目標を達成して英語力を上げたいの？外国人と喋れるようになりたいから。じゃあなぜ外国人と喋れるようになりたいの？以前海外に出張で行った時にコミュニケーション取れなくて苦労したから話せるようになりたいと。じゃあなぜコミュニケーション取りたいと思うのか。通訳やったら別にそれでもいいじゃないですか。じゃあなぜ自分で英語話したいんですか、とすると、自分は人と喋るのが好きだからという答えが出たとします。まだ聞きます。なぜ人と喋るのが好きなんですか、と。人と話すことで新しい発見や学びがあるから。なぜ新しい発見や学びがあるの？自分には経験してないことを経験している人とか知識を持っている人が多いから。ではなぜそのように思うのか。はい、これで7番目のなぜになりましたね。自分に経験していないことを経験している人とか知識を持っている人が多いと感じる理由、それは裏を返せば自分にそういった経験や知識が少ないからということになってきます。なのでTOEICを勉強したいという本質的な目的は、自分の経験を増やしたい、知識を増やしたいというところになってきます。これあくまでね、例えの話なんで、皆さん全く違うところに行き着くかもしれません。ただ見てもらうと分かりますよね。なぜを繰り返すごとに質問が深くなっています。なぜTOEICを勉強しているのかだったのが、自分の経験を増やしたいという思いもよらなかった目的に気がつくことができます。特に普通の場合って、この一つか二つ目ぐらいのなぜしか考えないですよね。なのでなぜTOEIC勉強したいんですか、と聞いても、海外で英語話したいからとか、会社で取らなきゃいけないからとか、そういうのが出てきます。で、普通はそこで終わっちゃうんですけど、じゃあなぜ会社で取らなきゃいけないんですか、というところを考えていく。そうするともしかしたらですよ、TOEIC スコアを取るという以外にも選択肢が出てきたりするかもしれません。で、自分でも気がつかなかった自分の本当の欲求に気がつける、この7段階の深い理由、ぜひやったことない人はやってみてください。では続いてが2匹の狼の話です。これはナバホ族に伝わる興味深い偶話です。老婆がね、孫にこんな話をします。2匹の狼のうち1匹は
嫉妬心が強くて悪意を抱いていて自分はいつも損をしているという思いにとらわれている。別の狼は愛情深くて思いやりにあふれていていつも前向きでその気になれば何でもできることを知っている。そこで孫がおばあさんに聞きます。どっちの狼が強いの？どっちの狼が勝つの？皆さんだったら何て返してあげますか？この後の老婆の答えが深いんです。それはね、どちらに餌をやるかによるわね、と答えました。皆さんも心の中で2匹の狼飼ってると思ってみてください。よく自己啓発って聞くと常にポジティブでいようとかネガティブな要素がない人間になろうみたいな感じがしちゃいます。だけど人間なんで狼必ず2匹いると思います。ただどっちに餌をあげるかでどっちが勝てるかが変わってきます。一度嫉妬とかね、ネガティブとか悲しい気持ちに浸ると次から次へとそういう思いが止まらなくて余計ネガティブになっちゃったことないですか？そう思うともう全てがネガティブに見えちゃうんですよね。人間関係だと特にそれ現れると思います。例えば付き合っている人が自分以外に浮気をしているんじゃないかと思って過ごしてしまうと、そういえば最近 LINE 少なくなったなとか、電話しても出なかったなとか、なんか浮気の証拠になりそうなところが次々と出てくるっていう、自然とねそういうところに目がいってしまいます。そして相手に対して嫉妬心とか怒りを出してしまって、たとえね相手が浮気をしていなくても問い詰めたりとか態度が変わっちゃって、もしかしたらそのせいで本当に浮気されるかもしれないですね。しかしポジティブな狼がもし飼っていたら、自分に自信があって相手によらずハッピーなので、相手からの連絡が少なくなったところで、あ今仕事忙しい時期だもんなとか、あ電話出られない環境にいるのかななんて考えて、まあ、仕事お疲れ様とか相手の好物のご飯作ったり、忙しくて疲れてる相手を気遣うような態度になってくるんですよね。万が一もしねそこで男が浮気してても罪悪感抱いて悩むのは相手です。自分はハッピーなんで。この2つね、起きていることは先ほどと全く一緒であっても捉え方で態度とか行動がここまで変わってくるんですよね。でもちろん本当に相手が浮気をしている可能性もあると思います。ただ起きていることとか他人は変えれないけど、自分の中身は、自分の気持ちは守ることができます。なんで皆さんは前者のネガティブな狼と後者のポジティブな狼がいたとして、友達だったらどっちと友達になりたいですか？家族だったらどっちと共に暮らしたいですか？こんな風に自分の中身を変えることで周りすら変えることができます。ただ私もね、分かっててもついついネガティブな狼に餌あげちゃうんですよね。それが大きくなっていってしまうこともあります。なのでそういう時にこの話を思い出して、ポジティブな狼に餌あげなきゃなという風にねできるようになったらなと思いました。非常にね面白くて印象深いお話かなと思います。そして4つ目の人を見極める一つの質問、まあ、著者がね出会った成功者って全員全く同じことを言っていたと言います。それは私たちが普段一緒に過ごしている人たちのようになるということです。確かに先ほどのネガティブな狼の例えで言うと、ネガティブな狼が3匹いるところに入ったらネガティブになりそうだし、ポジティブな狼がね周りに5匹いたらなんか自分もポジティブに絶対なれそうですよね。でもしあなたの周りの友人が経済的に苦労しているのであれば、あなたも貧困から抜け出すのは難しいとこの本では言っています。そしてあなたがもしポジティブになろうとしても、配偶者がいつもネガティブだったら夫婦はその中間ぐらいになります。でもちろんね、友人とか身近な人たちを批判したり、すぐ関係を断ちなさいとか離婚を推奨するというわけではないんですが、その対処法っていうのをまたご紹介します、この後すぐで。この本によると、世の中には2種類の人がいると。バッテリーを充電してくれる人とバッテリーを消耗させる人です。これは著者の親友ジョー・ポーリッシュから教わったものだそうです。誰かと一緒にいて数分以内に気持ちが高揚してきたら、その人はバッテリーを充電してくれる人です。確かに私も会うとその後にやる気がみなぎったり、実際に行動力が上がったりしたことがあります。会うと元気になる人ってね、まあそういう人実際にやっぱり本当にいるので、私もねそういう人になりたいなといつも思います。一方で会うたびに疲れてしまう人もいます。少し話をするだけでも気がめいっちゃう人、そんな人はバッテリー消耗させてる人です。ネガティブなことを言ったり、自分はひたすらダメだとか、会社や周りの愚痴を聞かされると私はかなり消耗していきます。たまにね相談する程度だったらいいんですけど、毎回、ずっとねネガティブな話を聞いてると私もそっちに引っ張られちゃうんですよね。皆さんもそんな経験あるんじゃないかなと思います。もしかしたら自分がそうなってるかもしれないですよね。でもそれどうやって見抜くのか、会って話さないとわからないのと一言質問すればわかるんですよ。しかしちょっとこの質問はアメリカっぽい話になります。といえどもまあ一瞬でわかる方法なのでご紹介しますね。相手に調子はどうと尋ねて、相手からのその返事でわかるそうです。もし相手が、とても調子いいよとか、絶好調だねと言ったら、バッテリーを充電してくれる人なので、親しく接しましょうと。一方で、相手が、いつも通りひどい一日だったとか、週末が待ち遠しいなとか言ってたら、バッテリー消耗してる人の証なので、会釈して、あ、ですぐね、立ち去るべきだと言っています。
エネルギー貴重です。人に吸い取られないように気をつけましょう。そして自分も誰かから今日の気分はと聞かれたら、とてもいいよ、最高だよと答えるといいそうです。でアメリカだと特にハワイよって聞く文化があるので、一瞬でこれ分かりますよね。日本だったら、まあ、最近どうとかって聞いて、どういった答えが返ってくるかに注目してみましょう。まあ、文化的にどうしても謙遜の文化があるから、ちょっとねマイナスなことを遠慮して言いがちだと思うんですよ。まあ忙しいねとか、ぼちぼちだねみたいな。でだけど、まあ、ちょっとここは気をつけて、なるべくポジティブにね、うん、最近ねいいんだよとかっていう風に、ね、言うようにするといいと思います。でネガティブな人とはじゃあどうするのか。私別にね縁切ってもいいかなと思ってるんですけど、まあ一応ね縁を切る必要はないと言われていました。確かにね、なかなか縁切ることって難しいと思います。大抵の場合はそういう人たちって、あなたがもし変化したら、それを目の当たりにして態度改めていきます。あなた自身が行動パターンを変えて発する言葉を変えたら、彼らも感動して見習おうとするはずだと言っています。またはもしくしたら、ついていけないなと身を引いていくかもしれません。向こうがもっとポジティブになるべきだよって教えても効果ないんですよ大体。だけど自分がお手本を示すことはできますよね。なので自分がポジティブになれば、相手の人生に好ましい影響を与えて、相手もより前向きになっていきます。だから私も自分が基本的にはね、結構かなりポジティブなタイプで、相手にその影響を与えたいと思ってるから、多少ネガティブな人でも私は接して、この時私がするのは、自分も一緒にネガティブなことを言うんじゃなくて、ひたすらポジティブな視点で話をしたり、自分がいかにポジティブかっていうのを伝えているっていうだけなんですよね。ただし、まあ、先ほどもお伝えした通り、ネガティブな人と一緒にいると結構やっぱりエネルギー吸収されて、いつの間にかねこっちもネガティブになっちゃってるっていう経験あるので、気をつけてください。そんな時はね、バッテリーを充電させてくれる人と私はあえて会って充電をする。そうすると再びね元気になれたりとかします。というのも、経済的に成功している人とは知り合う機会少ないと思います。私も、まあ、自分の仕事が一番調子良かった時は、確かに周りに仕事で成功した人とかがいたり、あのダイゴさんと会えたのもその時だったんですよね。だから今なかなかそういうチャンスに巡り会えることも少ないんですよ。が、そういう人も大丈夫です。バッテリーを充電してくれるような友人は探しに行って会えるものでもないと思うんですよね。まあ、ローラさんがいつかのインスタで言ってたんですけど、そういう人が周りにいなくても大丈夫。まずは自分一人で向き合って、自分のバッテリーが充電されれば、自然とそういう人に出会えるようになってきますよ、というようなことを言われていました。じゃあ最後に、落ち込んだ時に立ち直る方法を簡単にご紹介しておきます。でこの本によると、自分がこれまで何を成し遂げてきたか、うまくできたことは何かを考えてみるということです。確かに過去の自分と比べるなとか、理想の自分を思い描きましょうとか、よく自己啓発だとありますが、落ち込んでいる時にそれやっちゃうと逆効果になっちゃう場合があるんですよね。例えば今の自分と理想の自分を比較すると、なんて自分は今ダメなんだろうと、逆に自信失っちゃうことはありますよね。あとまたね、周りにお金持ちばっかりね、さっき言った通り集めたところで、他人と比較して、ああ自分はなんてダメなんだろうって落ち込んだりね、余計なる場合もありますよね。なので今までご紹介してきた方法とか、他の自己啓発本で書いてあることが合わなかったら、もしかしたら今皆さん落ち込んでるのかもしれません。そういう時だけは過去の自分を思い出して、自信をつけることにしてください。もちろん過去の自分と比べてこれだけ成長したっていう自信のつけ方もあると思いますが、この本で紹介されていたのは、自分がこれまで成し遂げていたことを考えてみるということです。ちっちゃいことでもいいです。単語帳一冊終えたとか、英語について教えてあげたとか。実は最近いろんな知識を入れすぎて、逆に考えすぎちゃって、昔ほど行動できなくなってるなと感じたんですね。なんかリスクを計算する能力が昔より上がった分、結局何もできずに終わることがあったり、行動力のスピード感が落ちてるんですよ。でそんな中でやっぱりやめようかなってね、なりそうだった時にこのワークやりました。でこれまで成し遂げてきたこと、まあ、ちょっと自慢みたいになりそうなんで恐縮なんですけど、例えば、まあ、ハリウッドで女優をしに行ったこととか、まあ、昔はね夢のように思えてきた3万人の登録者が YouTube で、ね、達成できたこと、そういうことを考えてると気持ちの変化が出てきたんですね。自分のその時の自信とか嬉しさ、達成感っていうのを思い出して、行動力にね変えていくことができました。もうこれがあの時できたんだから、今やろうとしていることができないはずがない、そういう風に自信になって一歩踏み出すことができました。だから皆さんも、例えば勉強で落ち込んでいたら、トイックでもあんなに苦労したけどちゃんと目標達成できてスコアも取れたんだと、そういう自分を思い出してもらうと、今後どんな勉強もクリアできると思います。でもしまだね目標スコア達成できてない方は、そういう小さい成功体験の材料を今作るために今頑張ってください。で結局ね、成功している人とそうじゃない人の違いってそこなんじゃないかなと私も思いました。まあ小さい成功体験ですね。で自信があるかどうか、例えば自分はできないと思ってる人が目標達成したり大きな成功を収めることってほぼないですよね。もちろん全てね楽観的に考えるわけにはいかないんですけど、最低限自分はできると思ってるからこそ行動に移せるんだと思います。今回の本をまとめますと、うまくいっている人になるために、何か特別なこととかすごい大きなことをする必要はないと、今日やったワークをもとに小さく変えていく、小さい習慣をつける、それが
大きく変わっていくきっかけになるんだと思います。ということでいかがでしたでしょうか。なかなかね深い話ばっかりなのでもう何時間でもできそうなんですけど、今日は本要約なのでこの辺にしておきます。気になった方はぜひお手元に取ってみてください。あと読めば読むほど味が出るので、私も5回ぐらい読んでね、結構付箋とかもめっちゃ貼って、この動画を撮っております。でも今回またね、習慣をつけることの大切さ知ったものの、いつも3日くらいで終わっちゃうんだよなとか、なんか今行動を変えるやる気はあるんだけどなかなか続かないんですという方、そんな方におすすめなのは習慣の記録をつけることです。今ちょうど私がハマっているのがこのハビットトラッカーっていうのがあるんですけど、これのね紹介動画とかまたアップしますので、ぜひねチャンネル登録してそちらの動画も楽しみに待っていてください。私のチャンネルでは普段は、大人のための勉強チャンネルということで、皆さんが使える知識やおすすめ本などを紹介していきます。ぜひ今日の動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さんがちょっとでも自分を磨きますように。 See you!